腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級、シナリオは反董卓連合、選択君主は劉備。第41回を始めさせていただきます。前回は長き戦いの末、炎術をついに滅ぼした劉備軍、そして第二軍団は河北を制しつつあり、第三軍団は孫策を攻め立てております。そして第一軍団、劉備率いる第一軍団は運命の地破食へと進行を開始しようとしております。それでは今回もお時間ございました。ぜひお付き合いください。はい、それでは漢中から軍を進発しましょう。関羽、趙雲、張飛、劉備、義援、伝与、そして方正と、いやー、諸葛亮がここに加わればかなり、もうあと甲冑ですね、あと甲冑も加えたいな本当は。そうするとね、すごい劉備軍としてものすごく強いメンツってことでテンション上がるんですけどね。はい、では伝与さんだけ勝者ですね。方正はどうしようかな。方正も勝者でいこうかな。ちょっと待ってよ、気略重要なんだ。混乱と足止め不要、これ使うためには方円の方がいいな。青鸞とかじゃ使えないよな。そうだよな。はい、ではこちら気略重要を使っていきましょう。では伝与隊は勝者使えますね。義援は反骨陣だけでいいでしょう。対拠点にも使えるので芸派入れておこうかな。はい、これでいいかな。短期掛けと連動入れていきましょう。はい、関羽隊は軍神と芸派でいいでしょう。劉備は激励と大器大徳にしていきましょう。ではこれで兵士最大で軍を進発させましょう。まずは雷道の夜指導、こちらの陥落のために進撃しましょう。皆の奮闘に期待する。おお、すげえ、一気に7万5000の軍、これはたまんないな。7000しかいないのに。はい、そうしましたら采配部署、芝居じゃなくて方正にお願いしましょうかね。はい、これでいいでしょう。では進めてまいります。もう漢中から一気にボボボってすげえ。あ、そうだ、あと女性もちょっと仲間に入れとかないといけないですね。応援とかね、学装を使いたいので。こんなものだ。うわー、すごいな。最早から進発した軍がどん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 、これ陥落しまくるんじゃないか。お、エアンに対して劉邦が攻撃を仕掛けてますね。エアンに武将10人いるんだよな。じゃあ出せばいいの。顔料とかいるじゃないか。あ、顔料、そうだよな、顔料いるよな。ただ重傷、どういうことだ、負けて戻ってきたのかな。まあいいでしょう。では進めていきましょう。ここ通るのにね、ものすごい時間かかっちゃいますからね。ああ、上辺ももう陥落しますね。次のターンには陥落かな。たやすいことです。もう懸案もすごい、ちょっと懸案の様子見てみよう。ちょっと面白そうだな。うわー、群がってるな。なんだこれ。うわあ、恐ろしい。次のターンで完全に囲まれるな、懸案が。これ無謀すぎるだろう、馬長。たった一部隊で都市攻撃経由。1万1000の経由に対して1万5000の。た
多分これは陣形は魚鱗だよな。そうですね、陣形魚鱗。これはいくらなんでも無理すぎるだろう。しかもここの歩を取られてるからもう孤立しちゃいますしね。はい、それでは漢中攻略ですね。剣閣落とすのここ結構時間かかりそうだな。迂回していこうかな。はい、であとそうだ、漢中から応援隊出さないと。大挙さん、学装って持ってたんだっけ。ただ応援がないんだよな、挑戦は。なので大挙さんに行ってもらいましょう。とりあえず行くだけ行くか。出陣です。みんな剣閣周りなんだよな。ただ剣閣、剣閣落とすと時間がかかるのと、席は落とさなくてもいいっちゃいいからな。ただ輸送が時間かかっちゃうからやっぱり落とさないとダメか。いやー、ほんとこんな弓矢倉とかたくさん立てまくってほんと邪魔なものを作ってくれてるよな。はい、それでは進めていきましょう。こんなもんや。はい、城兵は第2段階ですね。もう陥落間近ですね。このターン中にはやれるんじゃないですかね。はい、城兵が陥落です。はい、それでは全員投与しましょう。各所より報告です。そしたらまずはこちらの剣閣攻防戦ですね。決裁提案イベントか、優秀制覇と河北制覇がありますね。はい、優秀制覇です。北の平地って言ったってね、今は北京もあるようなところですからね。この時はね、まあもちろん辺境だったんでしょうけど。では河北制覇です。河北と中原を抑えた今となっては天下も偶然と言えましょう。我ら一同これからも神明としてアリジャに仕える、よろしくお願いする。いやー、ほんと勢力が広がったもんだよ。では進めていきましょう。達成いたしました。はい、懸案が第一段階ですね。城壁の破壊が。各所より報告です。で、河北はみんな部隊がついたかな？ついてないか。両毛とかね、この辺りまたちょっと曹操軍隊に送ったりしたいんですよね。ただ移動呼び寄せできる方はもう呼び寄せしちゃうか。はい、それでは進めていきましょう。達成いたしました。はい、この単中に落ちるかな。うわー、すごいな。ちょっと見てみよう。いやー、すげー取り囲まれてるな。城がこんなに取り囲まれることなんてあるんですね。いやー、南からは賊が湧いてますしね。いやー、ひどい恐ろしいところになっとるな。あれ？馬長は？あ、そりゃ混乱してるよな。
いやまあもう仕方ないね、これ捕らえられちゃうかもしれないな、下手すると。お、顔料と官兵たちが出てますね。弓矢ぐらいなんか作ろうとしてる、ほんとなんて野郎だ。竜王邪魔くさいことを作るな。ここも石壁が邪魔ですしね。では進めます。はい、建安が陥落です。はい、それでは解放ですね。捜索はいずれ。こちらをご覧ください。勝者遅いな、やっぱり。ここの石壁をこう壊しましょう。で、あとの皆はとりあえずまず、特にここの足の速い人たちはこの石壁なんとか壊そう。分かった。いやー、ちょっとこの石壁多すぎるな。他にも勝者が使えるような人間いないかな。いますね。いるんだったらちょっと出したいな。これでいいかな。勝者で、勝者で、最大でちょっと壊しに行きましょう。皆の者、出陣です。はい、では決済イベント見ていきましょう。揚州制覇、そうか、慶安がようやく手に入って。でも揚州は支配しなきゃいけない都市が多いですね。建業、豪、会計、蔡宗、建安、五都市も支配しなきゃいけない。はい、これで揚州の平定はなりましたね。揚州は長江に守られた地です。地の利を生かすためには水運が重要になってくるでしょう。本当その通りですね。では進めていきます。使者がお待ちです。まあもうここは返しちゃっていいでしょう。ご報告いたします。はい、それではこのまま出征を続けて南海に出してみましょう。会計に残ってる兵とかって少ないけどな、いいのかな、こんな感じで。とりあえずこれでいいですかね。皆の者、出陣です。で、同時に出征でこちら慶陽に対しても武領を、あ、武領は霊領の方行っちゃうのか。いや違うな、ここは調査か。公領、常用、信也、女男、ここがすっごい6番もいますからね。早く輸送で南下してほしいですね。で、受春と、ここから出征させましょう。うわー、すごいな、わら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 。戻ろうとするのがね、そのまま進んでくれればいいのにと思っちゃいますけどね。長安が10万も兵がいるので、ちょっと輸送しておきましょう。はい、それでは進めていきましょう。よしよし、ようやく石壁が壊れた。各所より報告です。ちょっと石壁を壊しながらだとあれなので、とりあえずこの弓矢を壊しに行こう。みんなでいかがした、心得申した。承知しました。
相性では出生を出したので、ジュシュンやジョランはまだこれからかな。ここら辺の部隊は戻ろうとしてるんだな。戻らなくてそのまま攻めてくれればいいのにって思っちゃいますけどね。はい、それでは進めていきます。いやー、ほんと山勝ちだ。よしよし、地域怪獣が成功です。どうせ最後ね、だよね、慶応武将だからずっと仲間になってくれなかったんですね。捕虜にしておきましょう。しまったな、大挙戦闘はまずいぞ。すぐ溶けちゃうぞこれ。ご報告いたします。これはまずい、まずいことになった。呼びましたか。とりあえずここを壊そう。どうされましたか。で大凶もここを壊して、劉備もここ、劉備ここでいいか。で関羽はここまで行って、こちらの席壊そう。心得と呼んだか。義援もここまで行って、こう任せる。メシか。張飛はここまで行って、これでいいでしょう。で伝与はとりあえずここまで行って攻撃しましょう。わかり申した。はい、決済、イベント中間エンディング、いやしないって。35都市以上 70% 結果天下統一をなす。いやー、今回は完全統一をちょっとやっていきたいと思いますのでね。はい、それでは進めていきましょう。成功だ、お喜びください。吉報をお持ちしました。ご報告いたします。覚悟。何用か。はい、それでは赤壁を壊していきましょう。どうされで大凶はちょっとこちらで待機ですね。お任せください。で大凶以外の他の隊でこの弓矢倉を壊しに行きましょう。この2体はこちらでいいかな。任せてくれ。酒か。こちらもこちらの方がいいか。張飛もね。では北の三軍で北の弓矢倉、南の三軍で弓矢、南の弓矢倉で大凶はちょっとね、避難してもらいましょう。一瞬で溶けちゃうと思うのでね。はい、では報酬を配れる方は配っていきましょう。お礼申し上げます。はい、であと登用できる方いるかな。捕虜知ってる人、細胞が絶対細胞仲間になってくれないもんな。はい、だけは設定案見ていきましょう。はい、指導の治安、まあもう下げなくてもいいでしょう。では進めていきます。死者が面会を望んでいます。はい、孫作の死者がいらっしゃいました。まあ別にいいでしょう。それはそうと、ジョランとか、ジョランとか深夜からは軍は進発？ジョランはしてるっぽいな。深夜からは武将がいないのかな？でも8人いるもんな。この辺り、おお、リクソンも、そうか、投入したのか。リクソンは1万3000で、どこを攻めようとしてるんだ？何回落とし攻撃しようとしてる？いくらリクソンだからって、おお、ここら辺がいいですね。しかしなんで海から行こうとしてるんだ。そちらの方が早いっていうことか。ああ、そうかもしれないな。こんな山勝ちのところ通るようだったら海を通った方が早いかもしれないですね。なるほど。まあ、理由があるってことですね。はい。馬長と文集、またこれちょっかい出しに来てるのか。はい、ではまた漢中攻略戦を見ていきましょう。まあ実際は剣閣攻略戦ですね。5万もいるからね、やっぱり結構きついよね。こちらをご覧ください。ただいま。ちょっと方正は一旦ここまで行った方がいいかな。かしこまりました。で劉備も
ここまで行って攻撃。承知した。で、張飛がここまで行ってこの弓矢を攻撃と。何用か。艦はこれでいいでしょう。で、弓矢がもう壊れそうだな。そしたら義援隊こちら攻撃で。何用でしょう。長雲隊はこちら攻撃。心得申した。何用か。で、要はまあここの石壁ですね。うむ。で大凶もちょっと進んでおきましょう。お任せください。いかがされた。まあいいかこれで。でホスト操縦隊はとりあえずここまで進軍しましょう。心得ました。はい、それでは進めてます。進めていきます。お喜びください。さてどうなる。あ、集隊が捕まった。達成いたしました。大円馬退却確実。お喜びください。ダメだろ、法政が全然進んでくれないな。弓矢倉壊すことに一生懸命になってるな。あ、ようやく進んでくれたと思ったら。ご報告いたします。では伝与はこちらの石壁、うん、よいしょ。大凶はちょっと北に移動して道を開けて、長雲が攻撃で、関羽もこちら攻撃と。で、義援はこの弓矢倉。で、劉備もこちらの弓矢倉。方正は、まあ、このルートでいいでしょう。張飛もこの弓矢倉でいいですね。これでようやく剣閣になだれ込めますね。では、これで進めていきます。よっしゃこちらをご覧ください。はい、それではまずこいつらも剣閣の攻防戦に参加させましょうかね。しし、よし、これでいいでしょう。何用でしょう。で、張雲もこちらに。お待たせよ。どうした。で、張飛もこちらに攻撃しましょう。何用で。わかった。何でしょうか。かしこまりました。で、施設に効く、施設に効く戦法を持ってるのは法政なので、法政、伝与、素獣、保湿でここを囲んでいきましょうかね。法政を真ん中にして、伝与とあと素獣と、もしどちらか、まあ先頭を切ってるのが操縦なので操縦っていう感じですかね。で、その前に剣閣から出陣してくることも踏まえて、関羽隊にまずは先陣切らせましょうかね。はい、で報酬配れる方配っていきましょう。心より感謝いたします。はい、決済手やめていきましょう。特にないですね。では進めていきます。よし、いい感じですね。魅力を尽くします。いやー、寿命が近い方が結構出てきましたね。報告いたします。いかがだったでしょうか。まあ今回はね、もう建安を奪取したとはいえ、ほとんどが剣閣前の障害物取り除き大作戦っていったところでしたかね。はい、いよいよ次のターンで、次のターンっておかしいですね。次の回で剣閣になだれ込もうと思います。それでは今回はこちらで終了とさせていただきたいと思います。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いください。